こんにちは。こんにちは、アリサちゃん。お買い物？はい、これからうちの蔵で練習なので、お菓子とか買ってきたところです。そうなんだ。アリサちゃんってやっぱり優しいね。え、なんですか急に。やっぱりって、ほら、この前までピンクのウサウサ帝国の二人がスタジオに入ってたじゃない。アリサちゃん、よく練習に顔出したり差し入れしたりしてたから、友達思いで優しいなって思ってたんだ。いや、あれはその、おたえがレイヤに迷惑かけてねえか心配だったっつうか。まあ、どっちかっていうと見守らなきゃって気持ちだったからなんですけど。見守る？それってどういうこと？二人がバンド組むって話になった時、たまたま私もその場にいたんですよ。そうなんだ。三人って仲いいんだね。実は子供の頃、三人とも同じミュージックスクールに通ってまして。知らなかったよ。まあでも、その頃の私は二人とほとんど関わりなかったんですけどね。おたえのことについては覚えてもなかったし、レイヤのことはめちゃくちゃ歌が上手いやつがいるってくらいの認識だったんです。けど二人は子供の頃から仲良くて、それにレイヤがベースを始めたのはおたえとバンドを組むためだったって話を聞いてびっくりして、おたえとの約束そんなに大事にしてたんだってその時初めて知ったんです。ピンクのウサウサ帝国はすげえ軽い感じで結成したけど、でもあの二人にとってはすごく大事なバンドだったと思うんですよね。だからなんかそんな話を聞いちゃったってのもあるし、最後まで見守らなきゃって気がして。なるほどね。だから二人のこと練習からしっかり見守ってあげたんだ。はい、まあそんなとこです。やっぱりアリサちゃんは優しいね。ライブ大成功だったって聞いてるよ。そうなんです、すげー良かったんですよ。二人のハーモニーがすごく綺麗で、きっといいライブになったのはアリサちゃんが見守ってたおかげでもあるんじゃないかな。え、いや私は別に、本当に見てただけなんで何もしてないです。その見守ってるだけが良かったんだよ。レイヤちゃんもタエちゃんもアリサちゃんがスタジオに来てくれるとすごく嬉しそうにしてたし、アリサちゃんの優しさに支えられていたから、きっと練習も本番も集中できたんだと思うな。そうなんですかね。まあ別にどっちでもいいですけど。私たちそろそろ行かないと。アリサちゃんは時間大丈夫？やば、早く戻らないと。すみません、私もそろそろ行きますね。失礼します。